ここだったかな。昼ばかり追い払ったら火炎放射が、尽きちゃったよ。ねえ。ダメよ。小さい子がここに来ちゃ。え、キサラギ、じゃなかった、キサラギさん。ここで仕事をしているのだけど、松和ちゃんもそうなの？え、松和、誰？お姉ちゃんもついて行ってあげようか？え、いや、いいよ、一人で。え、でも大丈夫？もう急がなきゃ、博士から受けた仕事だから、じゃあ、待ちなさい。あはは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 。私が知らないとでも？摂氏ちゃん、いいよ。じゃあ10秒数えるから。その城を私が摂氏ちゃんを捕まえる前に、無事に通り抜けることができたら、その城を通り抜けたご褒美をあげる。松和になっちゃったよ。一日経っても元に戻らないよ。知らん。